ーの、ルンルン、どうも、シホルンでーす。せーの、ルンルン、せーの、ルンルン、どうも、シホルンでーす。はーい。今回は、ですね、私がずっとやりたいなーって思ってた、硬質ケースをデコってみたっていうのをやっていこうと思います。イェイ！推しの硬質ケースを、あ、じゃあ、推しの、何回かまん。インスタグラムにはですね、こう、推しのトレカを硬質ケースの中に入れて、その硬質ケースをめちゃくちゃデコって、なんか可愛いトレカだみたいな感じでやるっていうのがすごくあるんですよ。なので私も今回はそれをやっていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート！パッ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 パー。届かん。まずはですね、今回、使う材料を紹介していこうと思います。すべてダイソーで揃えれます。まず一つ目、一番大事な、こちら。硬質ケースでございます。そう、A5 かな？トレカサイズのものが普通あるんですけど、なんか最近どこにも売ってなくって、なんかなんでだろう。ちょっと最近人気なのかな？なんですけど、今回は A7、ちょっと中途半端な大きさなんですけど、これで使ってやっていきます。次にデコル系なんですけど、こちら、これダイソーのね、ネイルコーナーにあった、キラキララインシールっていうやつなんですけど、すごく可愛くて買いました。青色と、なんだろうこれ、シルバーですね。すごいキラキラしてて可愛いです。そして次にこちら、このパール調シールっていうやつです。めっちゃ可愛い。これもね、すごく貼ったら可愛くなると思うので使っていこうと思います。そして次にこちら、これはレースですね。フリルテープみたいな、まあ、これを貼るっていうのもすごくいいと思います。あとはハサミ。そしてもう一つ、今回はですね、もうこれはずっと前から家にあるんですけど、グルーガンでございます。プリルとかをつけるときにグルーガンすごい使えるので、これもダイソーに売ってるのでぜひ買ってみてください。熱でこのプラスチックを溶かしてくっつけるっていうやつです。あんまりもう最近使ってる人見ないですね。おるんかな、おると思うけど。それではまずこちら、この硬質ケースを使ってこのシールたちをね、貼っていこうと思います。今回は一応2つ買ってきました。こう上の方にだけつけるっていうのもすごい可愛いと思うし、囲むのもすごい可愛いと思うんですよね。置き画とかセンスがある方はすごいセンスがあって、すごい可愛い写真を出してるじゃないですか。なんか私もすごいそういうのやってみたかったんですけど、センスがなさすぎて、まあセンスがない。これどうしよう、どういう風に貼ればいいんだろう。ちょっと緊張するね。ちょっと余ったところは切っていきます。もうこれだけで可愛いんやけど。可愛い、めっちゃ可愛い。あー、やべ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 、これはやべ。あと小学生の頃、ミサキナンバーワンっていうね、ドラマがすっごい好きだったんですよ。でそこに出てくる天王寺ミサキっていうね、先生がいるんですけど、とある、はい、その先生の携帯がめちゃくちゃピンク色で、あ、ガラケーなんですけど、なんかボサボサやな。めちゃくちゃピンクでド派手で可愛いんですよ。で私もその時ガラケーで、めちゃくちゃそのみさきちゃんに憧れてました。懐かしい。私の理想的には囲みたいんですけど、ちょっと長さが足りるか危うい、非常に。え、マジでライブ行きたい。今日撮影日が6月13日なんですけど、万端がデビューして7周年になりました。おめでとうございます。いやー、なんかどうなんだろうね。私は本当に応援し始めてまだ2年と半年とか、本当にちょっとしか経ってなくて、そんな長い間ね、万端との時間を共にしてきたとか言えないんですけど、万端のみんなはどう思うんだろう。早いって感じるんかな、遅いって感じるんかな、どうなんやろ。なんかでもさ、どっちにしろ7年は7年ってすっごい長い時間だし、なんか本当にすごいと思う。いろんな努力があったからこそ今の万端があると思うし、なんか本当にすごいなって思う。いい感じです今のところ。イエイ、これだけあったらもういけそうな気がする。私、お、ぴったりやん。わーい、できた、イエーイ。めっちゃ可愛い、後ろがすっごい。かわいい。これでさ、青色のさ、フリルとかつけてもめちゃくちゃかわいいと思います。じゃあ、二つ目作っていこうと思います。これ余ったんやけど。これ。花をつけとか。全体的にふわふわした感じの白っぽい硬質ケースを作りたくって、そう。まず最初にこれで、囲んでいきます、周りを。だけど、一つにしようかなと思ったんですけど、一つより、2つとか3つつけた方が多分可愛いなって思うので、とりあえず
何重にもここを囲んでいきます。これで30にしようかなと思ったけど20がいいわ、多分それが一番可愛いと思います。そう、皆さん今6月13日に撮影してるって言ったじゃないですか。あと少しでね、チャンネル登録者が5万人いくんですよ。今4万9910人とかそれぐらいなんですけど、もう本当にあと少しで、なんかすごい夢見てるみたいです。もう自分が YouTube 始めた頃ってなんかそんな5万人とかそんなこと考えたこともなくって、なんだろう、なんか想像もできないというか、なんかその5万人の方の YouTuber とかを見て、うわすげえなみたいな、もう超雲の上の存在の方みたいな、そういう感じだったから、なんか自分が5万人っていうところに立ってるっていうのがすっごい、なんだろう、びっくりしてて、なんかでもこれってさ、一人だけじゃ絶対できてないしさ、もう本当に皆さんに感謝やなって思います。本当にいつもありがとうございます。私の今年の目標は10万人なので、もう何としてでも10万人行きたいので、まあね、半分の地点に来たということで、私はここで緩まず、こっからがスタートやし、まあ10万人行ってもまだその先も目指したいし、やけん頑張ります。私は着々と進んでおります。着々と開けてく。多分できた。ちょっとずれてるけど、まあこれは気にならないということで、できました。イエーイ。もう半分ぐらい使ってしまった。これを開けます。ここです、ここです。まあ微調整は後からすればいいということで、硬質ケースに合わせてレースを切っていきます。布切りバサミ持ってくればよかった、あそこにあるのに。グルーガンは温めていきます。ちょっとグルーガンはスイッチとかなくって、もうコンセント刺した瞬間温まり始めるんですね。なのでこう置き場所とかめっちゃ注意してほしいです。こうやってやってる人ったらここが溶け始めるし、そうじゃけん、あ、ここもめちゃくちゃ熱くなるんですよ。高温になるんで、皆さん使い方には十分注意して使ってください。グルーガンってもうめちゃくちゃ便利なんですよ。なので皆さんも使うべきだと思います。つくかと思った。トッキー。よし、じゃあやっていこうと思います。今回はこのレースを後ろにつけていきます。このこれの後ろ、こっち側につけていきます。とりあえず硬質ケースの方につけてみます。でここね、鉄砲みたいになってて、ここをやるとグルーがね、プラスチックが出てきて、こうやってつけれます。ちょっと見えるかな、見えてないかもしれないけど、ですぐにつけます。そこね、ゆっくりやってしまうと固まるのでね、気をつけてください。逃げなるちょ、あ、花ごと歩くんでくがあら、のもとねが、はい、こんな感じでできました。はい、まあ、ちょっと目がやばい、乾燥する。すっごい可愛いですね。早い、早いけど、可愛いですね。はい、こちら、次は長いですけど、頑張ってやっていこうと思います。楽しいよね、久しぶりにグルーガンとか使って、DIY じゃないけど、そういうことすると楽しいです。いい感じ、なんかグルーガンもそこまで見えんくって、めちゃくちゃいい感じかも、かわいい。え、なんか何気すぐできてしまった、かわいい。白で枠囲まれてて、そう、なんかちょっと近くで見たらね、あんまりいい出来ではないかもしれないけど、まあ、そこまでこうやって見たらあんま悪くないでしょ。めちゃくちゃ可愛いです。というわけで何かトレカを持ってきます。テン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 、 BTS ワールドやってねえわ、やべえ。ツツツン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 テルルー、ユネバーウォークアローン聞くと、なんか聞くとというか今歌ったけど、ユネバーウォークアローン聞くと、なんかあれ思い出す、 BTS ワールド。はい、というわけでできました。イエーイ。待って、めちゃくちゃ可愛い、やばい、これめちゃくちゃ可愛い。あー、さかさ、ごめんね。めちゃくちゃ可愛いんだけど、これなんて5分もかからずにできましたよ。本当にもう貼るだけ、買って貼るだけ、それでこんな可愛いのができるってやばいね。え、めちゃくちゃ可愛い、本当に可愛い、やばい。
これでね写真とか撮ったら間違いなくインスタ映えする。もう絶対いいね来る。めっちゃ可愛い。これどうしよう。皇室ケースに限らず缶バッジとかそういうのにもできると思います。ちょっと時間ある日やってみようかな。ちょっとやってみまーす。缶バッジのカバー丸なんですよね。むずない？いきなり難易度むずくなってない？ドゥン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 ドゥ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 。これだけで分かった人おるかな。ドゥ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 。I'm a bad guy. The bad guy. おるけん分かるか。すげえ、一周でできた。あの何、切ることなくできた。すごくない？多分できた。缶バッジのケースはですね、こう後ろがね、こう見えるか分からないけど、こうペラってめくるようになってて、ここがねちょっと隙間が空いてて入れやすくなってるんですね、缶バッジが。ここにねグルーガンをつけてレースをピタッてつけてしまうと、ここが開かなくなって缶バッジが入れなくなるんですね。この上の部分だけをグルーガンでくっつけてレースつけて、でちょっと長めにねここまで伸ばしとくんですよ。あとはここをグルーガンつけてみたいな、なんて言うんだろう、ここは絶対つけないようにした方がいいと思います。できました。やばい、足あなんか熱すぎてやばい。できました。やーい、かわいい。めちゃくちゃかわいいんやけど、やば。これは多分白に限らず他の色とかも売ってるので、ダイソーに。そういうのでやってもめちゃくちゃ可愛いと思います。世界の歌姫パクチェヨンでございます。可愛い。やばい。いや、缶バッジのカバーデコるのもめちゃくちゃいいと思います。やばい、可愛い。これつけて会場とか行ったら目立つと思う、本当に。なんか変わったのつけてるんだけどって言って、めちゃくちゃ可愛い。本当にやば。はい、というわけで今回はですね、こう長々とやってしまったんですが、硬質ケースとか缶バッジのカバーをデコってみました。イエイ、かわいい。ほんまにこれは今回やって正解だと思いました。本当にこれ以外にも多分デコって可愛くなるものってたくさんあると思うし、自分も探してまたやってみたいなって思いました。あとね、グルーガンはほんまに優秀。本当にかわいい。ぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。にょっ。